この壮大な景色よ、うん、シェルクさんが建築大臣でいいよもう、うん、ここがどうやらダミーさんとハーさんの拠点っぽい、ここうん、ここがいっぱいやってるね、おう、おい、何それ手道な、何が巨大なゲートできてないあれ、どこほら、本当だ、これなんなんこれ、ルックさんいるの、うん、あ、ルックさんや、おー、すげえ、ルックさん、アルゲンのサドル作れたんや、へー、すげえ、え、どうやって作らはったん、え、だってレベル上げたんや、ほら、レベル45やから作れたんや、あー、そっか、すごい、6時間くらいずっと作ってたって、超疲れた恐竜置き場や、ルックさんが作らはったの、ルクさんが作ったんやって、すごーい、あ、これ見て、めっちゃ可愛い見て見て見て、ほらここから入れんって、うん、すごい、ほんとだ、あー完成してるね、農園も作ってはる、ほら、え、ほんとすごいね、これはすごい、6時間かけて作らはった、6時間やで作ったんだね、うん、この壮大な景色よ、うん、いや朝までなかったのにそうやで、朝なかったのに副建築大臣、そうか、リンクさんがルクさんが建築大臣でいいよ、もうテリもできてる、そう、すごい、ちょっと見せて、テリ焼きってなってる、見て見て見て、え、日本の家、あ、できてる、日本の家え、ここが、うん、どうやらダミーさんと、ハーさんの拠点っぽい、ここ、うん、乗れるといいね、早く、トラップにはまってた人とは思えないねおお、ウルフかっこいいよ、ていうかピンキーが見当たらない、そうそうそう、ピンキーがいいひん、どこにいるの、ニマニマさん、ここにいる、どこ、どこに来たよ、パラちゃんに、家壊れたままだよって、あれルクさん落ちたんじゃないんですか、ほんまや、ルクさん花火パキケファロサウルスいますよって、あの、ニマニマさんが見つけてくれはった、ピンコさん、ピンコさんどうしたどうした、ピンコさん、あ、家入っていいの、お邪魔します、なるほど、志村さんが名前変えはったんや、クラス、うん、ピンコ専用かなって志村さん、何に寝ますか荒けるアラちゃん捕まえたいな、よし、ようやくバットができた、バット、バットちゃん、コンボ95やで、あー、海の中に入っちゃう、叩きまくるぞ、あ、やった、え、ほう、はい、何それ、どんな方法、え、もったいぶっちゃって、食料のゲージを減らしてから食べ物を入れる形です、フードね、なるほど、今やったら逆にダメ、どんなタイミングだよ、はい、今戻りました、めっちゃ元気や、お風呂から入ってきはったんや、おかえりって入れる、こう言葉に甘えて作ってもらおう、100超えのパラちゃんだよ、ハーターさんや、ナルコビリー先行で集めておきましたね、来てくれどうした、何があったんだ、来たー、パラちゃん、苦戦クラス、え、なになに、特選クラスって何、145は最大ぐらいですやって、捕まえますって、みんなが協力して、お、いけた、いけた、 お腹を減らすんやね、テリジノザウルスに手を出すの、ダミーさん、テリジノできる、罠の修復から始めましょうやって、あ、ダミーさん、お、なんかクリティハル早い気がせえへん、めっちゃ食べてる、テリジノザウルスいけたで、あんだけ僕ら苦労したテリジノを、ダミーさん頑張ってダミーさん頑張れ、ダミーさん、プラス今やったら57レベルって書いてある、からは厳しい戦いですやって、今さっき爪切りを携帯に落として少し傷ができたやって、それはショックだ、ダミーさんも笑ってあれ、いつの間にかダミーさんいるやん、スーキーはダイヤウルフテイムするって、テリジノダミーさん、あ、びっくりした、テリジノかなって爪があるし、ちっちゃすぎるやろって思ってあと 2,3 時間言うてたのに、やったやった
乗り回してる。